めっちゃ穏やかな海です。はい、どうもてっぺいです。じゃあ今日はいつも練習してるこの場所なんですけど、こっちに道があるんですよ。この道どこまで続くか行ってみようと思います。今日はキューブですね。行きましょう。行きます。よいしょ。ずっと向こう。いつもここでよく乗ってるとめちゃめちゃマウンテンの人が来るんですよ。気になってはいたんで、多分そんなに激しいのは待ってないと思う。多分ね、今日めっちゃあったけ、明日から天気こんな感じで壊滅的なんで、坂か、そう、道路に沿うような感じであんのかな、わかんないけど、こんな感じで道路プラスこんな感じで道があるんですよ。こんなに登らされるってことは下りがあるのか。マジで下りがあるわマジで下りあった。あ、結構急だぞ。しかもじゃなかった。普通に気持ちくね。これ走ってていいのかな。人んちとかないよね。え、人んち？嘘やん。いや、いけるよね。狭っ。あ、人んちじゃないわ。すげえ。どこに着くんだろう。桟橋？おすくおすくたくどこだここ。あ、エニスキオスクか。いや、でもそんなに距離、いや、エニスキオスクだ、キオスクだ、ここに出るんだ、すげえ。チャリできてる、天気いいもんな。すげえ、キオスクだわ。よっしゃ、じゃあ今日のゴールここにしよう。一応あそこにある赤い建物がエニスキオスクって言って、アイスクリームとかそういうお店かな。アイスクリーム、ホットドッグとかそんな感じで、サイクリングの授業で毎週月曜日にあるんですけど、その授業でなんか先生が全員分おごってくれた、なんかまあ31的なアイスクリームがある場所かな。今日は木曜日の暑い、今日19度、気温が。木曜日の、違う、水曜日だ。水曜日のね、3時半ぐらいかな。火水はめっちゃいい時間割なんですよね。
1時半から3時半のコマでクリエイティブなんとかっていうなんか1時間その2時間何やってもいい授業みたいな、絵描く人もいればホナバイでやる人もいる、ホナバイで手芸やる人もいるし、なんかあとケラミックって言って、あの陶器みたいななんか粘土焼き物作るみたいなのをケラミックって言うんですけど、ケラミックやってる人もいる。一応ケラミックの授業もある、僕は取ってないけど。で今日水曜日は僕は その同じコマでバレーボールじゃ、バレーボールじゃなくてイットラックっていうのかな、なんか体育みたいな感じ。今日はコンボーみたいな、なんか野球の劣化版みたいなやつを1時間やって、後にサッカーやった。でそのまま自転車乗りに来たって感じですね。砂利の道結構おもろかったっすね。帰りもじゃああそこを使って帰りましょう。あそこを使って帰るか、車道っていうか普通の車が通る道を通って帰るかって感じかな。これ昼休憩とかにもここを乗りに来れるなとは思ったんだけど、結構車いるんでちょっとここは無理かな。夕方今度来てみます、 BM で。ちょっと休憩して、じゃあまた折り返しで帰っていきますかね。なんか今からプレステやるから一緒にやろうみたいな感じで誘われたんで、僕はちょっとそろそろ帰ります。ちょっとここでホイスコーレについての動画を撮ろうと思ったんですけど、また場所を変えてちょっと撮ります。この半島みたいなやつもいつか歩いてみようかなって考えてます。じゃあぼちぼちホイスコーレに戻りましょう。よっしゃ、じゃあ帰りましょう。さっきのエニスキオスクまで多分学校から自転車だと14、5分あったら余裕で着くのか。今度アイス食べに行こう。こんな狭いけど自転車通っていいのかな。まだ他にもトレイルのコースを発見したんで、どんどん開拓していこうと思います。日本の癖で後ろブレーキが左だって言って思いっきりブレーキかけると前なんですよ、こっちで後ろが右なんで、思いっきりかけるとジャックナイフする。ただ BMX は逆なので、日本のやつとは左が前になるんで、僕はそこまで気にはなりませんでした。
一応多分キオスクの方があっちで、この辺の海沿いを走ってきましたね、こうやって。でもうそこに見えるレンガ造りの家みたいなところがもうホイスコレなんで、いつも乗ってるここまで歩いてきて5分ぐらいです。5分かからん、4分ぐらいかな。あの僕ブレーキないんでいつもここまで歩いてくるんですけど、坂きついんで。ただ全然5分ぐらいで着いちゃうんで、じゃあ今日はこんな感じで、ここの馬とバイクの禁止の道、ここを走ってみました。まあ着いたのはアイスクリーム屋だったってことなんで、今度近道してアイス食いに行こうと思います。また次回動画でお会いしましょう。